皆様こんにちは、ゴーライダーです。本日はひまわりを見に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。教育ですね、ひまわりはですね、大垣の方にあるので、そちらに今向かっております。こちらね、31号線を走っております。目の前にライダーさんいますけど、知らない方ですいやー、マス2みたいだよね、こうやって走ってるといいよね。左ね、道の駅柳津がありますね。いやー、ここはあれですな、まあまあ混んでるね。そこ行かれるのね。お、あんなとこにハーレーダビッドソンのね、左側バイクショップがありますね。9月になったらね、もう朝はね、だいぶ涼しいですね。もうこれからはね、バイクにとってはいい季節になりますね。いやー、楽しみ。いろんなとこ行きたいね、やっぱり。イエイ、ありがとう。イエイ。お、ライダーだ。ライダーさんいらっしゃる。イエイ、ありがとう。サンクス右前ね、橋がね、見えますけど、かっこいい橋ですね。今から通る感じです。やったぜ。おお、すげえ、いい感じだね、これ。うわ、ゴツゴツした感じでね、いいね、この橋も。川はどうだ。お、いいね、綺麗だね。こっちは、おお、こっちも綺麗だよ。お、あそこお城が見えるね、なんか。あ、あれ一夜城なの？これ GoPro だけで映ってるかな。あの辺なんですけどね。お、いい感じでね、開けて街がね、綺麗ですね。イエイ、ありがとう。あの辺、遠くの山がね、少し霞んでるけどね、綺麗だね。教育、ひまわりのね、畑っていうか、まあ、ひまわりのね、咲いてる場所なんですけど、果たしてバイクがね、止めれるかどうかがちょっと心配ですね。そこんなことね、書いてなかったね、なんか、そういえば。お、またね、似たような橋がね、出てきましたね。おお、すごい。すごいね、景色最高ですね。これ揖斐大橋みたいですね。あの建物なんだろうね、すごいね。あそこツインタワーみたいで。左曲がります。こちら堤防沿いみたいなところにね、なりましたね。こういうところは走りやすいね、バイクでは最高。めちゃ気持ちいいですな。おお、風も最高。うわ、気持ちいい。明るいね大垣市街の方に入っていきます。お、バイクだ。イエーイ、ありがとう。すごいね、開けた。193号線を走っております。すごいね、なんかね、えらい細いとこ入ってくるんですけど、これはけどね、バイクでは助かる。バイクはさ、やっぱこういうさ、細いとこ走らないとダメだよね、やっぱり。お、すげえ、新幹線だ。ファーマーズマーケットってどこだろうね。すごいね、これ。ひまわり駐車場あったね。これは駐車場をつかなきゃダメみたいですね。駐車場あったね、ひまわり駐車場。こいつだったんだ、やっぱり。あ、こいつか、これだったんだね。
これからですね、二之瀬峠に行きたいと思います。よろしくお願いいたします。二之瀬峠というのはですね、養老の滝の動画を出した時にですね、コメントいただきまして、視聴者様からですね、そちらの峠がいいですよということをね、教えていただきまして、それで今回そちらの方に行ってみたいと思います。コメントありがとうございます。あれ見えますかね、卵自販機前ね、養老の滝の動画の時にね、あれ喋ったんですよね俺そこに出てきましたよ。この25号線ですかね、こちらを左に行くみたいです。今こちら GoPro で撮ってるんですけど、胸あたりの、画面になってると思います。しばらくこちらでよろしくお願いいたします。県道のですね、25号線を今走っております。よかったら皆様もコメントありましたら、コメント欄に書き込みよろしくお願いいたします。おお、すごい山がでかいね、ここ。すげえな。二之瀬峠はですね、二之瀬越えともなんか言うみたいですね。いやー本当にね、山が綺麗ですよ。なんかあれですね、自転車の方もね、なんかこの坂道をねよく使うみたいですね。上がっていかれるみたいです。アゴマウントに変えてみました。こちらがね25号線なんですけど、これが二之瀬峠ですね。すごいですね、見てください、これ山がねめちゃくちゃ近くででかいんですよ。これはねちょっと興奮しますね。すげー、これは気持ちいいですね。また今日ね晴れてるからね、ものすごく山がね綺麗に見えますよ。これは最高ですな、本当に。上がね、なんか公園みたいのがあるみたいなんですよ。そちらがゴールになります。やばいね、すげえ森と山がね近いですね。おっと、たまにこうやってね車が来るんですね。先ほどねバイクもね1台いらっしゃいましたね。よいしょと。わあすげえ、これは山のね間っていうんですかね、谷間というかね、すごいですねこれ。あーもうごめんなさい、俺がねあんまりフラフラ見るとカメラブレますんでね、あんまり見ん方がいいですこの前もねちょっと何です、御嶽さんの方行った時もねちょっとね首振りすぎちゃって、もう気持ち悪い映像になっちゃったもんで、ある一部のところはね全くね使い物にならなかったですね俺が興奮しすぎてね見すぎましたねちょっと。いやーこれけどすごいな本当に。雄大ですね本当に、これは。わあいいなー、もう道がさ見えるんですけど向こうの方、楽しみですね。あ、こんな感じで上がってきるんだと思うだけで、うわー谷間見えますかね、すごい。おお、すげえ。もう水がね今流れとったね。おお、すごい、きれい。おお、すげえ。あ、ここね入れますね。ちょっとここから見ましょうか。すごいね、ここ見るだけでも最高っすわ。くわーすげー、道とさ山で、あの町あたりすごいね。おお、もうちょっとですかね、上見た感じ違うのかな。よいしょよいしょよいしょ。また今ねちょっと風が吹いてるんですけど、そよ風でね気持ちがいいんですよね。なんかメッシュから入ってくる風がねすごくね冷たくて気持ちがいい。
ここはね、やっぱりこういうデコボコのやつがあってあるせいでね、やっぱり飛ばせはしないんですけど、まあ、飛ばすとこじゃないですよね。やっぱりこれね、風景見るとこですよ、やっぱり。おお、細い。ここは一段と細いな。今までの中でも一番細いな。お、ちょっと開けた。自転車でやっぱ上がられてる方いらっしゃいますね。うわー、山がね、緑が生えてますよ、すごく。まだ上の方行けそうですね。ずっと上行ってみましょうか。お、車だ。よいしょ。着きましたね、これ。ここですね。公園ですね。あ、ここだ。はい、ゴールです。それでは峠を下っていきたいと思います。よいしょ。おー、やばいね。めちゃめちゃ絶景、すげえな。うわー、すげえ。なんだこれ。これはあれですね、上りよりね、下りの方が絶景ですね。うわー、すげえ。よいしょ。これはすごいですね。ちょっとね、このデコボコがね、嫌なんだよね。あそこでやっぱり水汲んでますね、皆さん。山の水なんですね。うわー、前ね、街並みがね、綺麗に見えますね。ちょっと霞んでるかな。仕方ないね。うわー、すげえ。すごいよ。うわー、山もでげえな、本当に。こうやって見るぞ。よいしょ。いやー、絶景でしたね、先ほどは。もうちょっとね、絶景見えそうな感じはするんですけどね。うわー、すごいな。やっぱり山がでかいね、本当に。すげえ、重なり合った山の感じが素敵だね。なんだあれ、すげえ、街と山が最高。最高ですよ。もうちょっと見えそうかな。だいぶね、降りてきますから。うわー、これ道がね、山を降りる道のね、この筋がね、非常にかっこいいですよね。うわー、すげえ。下から登るときもすごかったけど、上から下へね、下っていくのもね、景色すごいいいですね。よいしょ。すごいな、本当に。お、あの
今車が上まで上がってきましたね。さっきね俺も通ったんですよ、あの道。うわーたまらんね、あの辺ね。少し開けた感じもねかっこいいよね。岐阜のマチュピチュと呼ばれているところに次は行きたいと思います。茶畑ですかね。はい、風景がねそのように見えるからそう呼ばれてるみたいですよ。あ、ライダーだ、イエイ、ありがとう。いやこの道ね大変走りやすいんですけどね。いやただまっすぐ行くだけっていうのもねまあ飽きますね。しばらく走ってるんですけど、今こうやってカメラねこう撮影するからってことでちょっと気合が入ってるんですけど、もう撮影する前はねちょっとなんか疲れもあるせいですかね、もうなんか眠たくなっちゃいましたね。お、ライダーの方だ。イエーイ、イエーイ、ありがとう。お二人ともありがとうございます。お、あそこ綺麗だね、川の流れが。これはまた随分とあれですね、地元の方が走るような道ですね。素敵ですね、ここは。いいね。今これは32号線を走ってるようです。わあ綺麗、川がねすごく綺麗ですね。おお、いいね。景色がいいとこやっぱいいですよね、本当に。あとねこのライディングがさ、走るねこの道がこうなるべくねデコボコしなくてさ、信号機がないところがいいね、やっぱり。そういうところは本当いいよね。まあそうなるとやっぱり自然的に山になっちゃうのかな。前回のですね動画からもそうなんですけど、本当に皆様ご視聴ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。高評価をですね押してもらって本当にありがとうございます。今日のね動画もですね良かったなと思いましたら高評価よろしくお願いいたします。あとできればチャンネル登録もよろしくお願いいたします。うわ、一気に涼しくなった。めちゃくちゃ涼しい。わお、すごいね、本当にぐねぐね道ですよ。またおお、車来た。おお、結構車来るね。みんなやっぱり見に来たのかな。こっちだな、やっぱり合ってるね。こんな山の中でさ車がこんなに来るなんておかしいもんね、やっぱり。おお、すごい綺麗ですね、川綺麗。今日は本当にね絶景のところばっかりですね。上がってますよ、どんどん行ってますよ、どんどん上がってます。自分日本語字幕をちょっと今、新しい動画から順につけてるんですけど、まあ、新作はねちょっと出してから1週間以内にねなんとか出すよ、もう一回なんて言うんですか、日本語字幕を打てるようにはしてるんですけど、字幕ボタンがありますので CC っていうのかな、そのボタンを押していただいて日本語でやると私がやった、日本語字幕になるんですけど、日本語字幕の自動生成っていうやつはですねこれはちょっと違いますので、そことね間違えなければありがたいですね。間違いの自動生成だと変な日本語になっちゃいますので、できましたら皆様自分がやったやつは日本語字幕というそれだけのやつですので、そちらのボタンを押して一度見ていただいたら嬉しいです。そろそろお尻がないだろうなってきた。バイクで降りてくる人はいないね。車だけだったね、最初の頃の車の人だけでしたね。ここはまた夜なんか怖くて走れんね。畑って綺麗なんですね、すんげえ綺麗。
怖っ、すげえ綺麗だね、本当に。なあ、こう綺麗にやっちゃうんだね、本当に。ラインが綺麗だよね、本当に。天空の保有道っていうのもあるんだね。けどまだまっすぐ行ってみようか、右方向。お、ここか、バカ狭そうだな。うわ、これ行けるのか俺。あ、もうちょっとだね。おお、すげえ狭い、これは狭いよ本当に。よっしゃよいしょよいしょ、おお狭、道が狭くてね、なんだろうねこれ、デコボコしてるね、なんか溝が刻んであるね、なんか横に。あららら、俺しかいないのかこれ。ほら、なんかすごいね、田舎の町の中で、その町の中というかさ、もう民家だねこれ本当に。あららららら、はいすいません失礼します。うわ、めちゃくちゃ止まっとるやん車、めちゃおるじゃん、みんな見に来てるんじゃん。ここだ目的。